はい、今回はシェイプアニメーションの入門解説の第2弾としまして、こんな感じの円のアニメーションの作り方を解説していきます。まずコンポジションに背景とアイコンが表示された状態にしています。これに対してシェイプを追加していきます。レイヤーを何も選択していない状態で楕円形ツール、そしてシフトを押しながら画面に書いていきます。こんな感じですね。そして真ん中に配置すると、シェイプレイヤーが作成されています。コンテンツの楕円形の中に線と塗りがあります。線は今不要ですので、不透明度を0にしておきます。そして楕円形のサイズからトランスフォームですね。スケールでちょうどアイコンが隠れるぐらいの大きさにしておきます。こんな感じですね。そして、このレイヤーをコントロール D で複製します。一つ非表示にして、二つ目の線を、不透明度を100に戻します。そして次は塗りが不要ですので、塗りの方を不透明度0にしておきます。こんな感じですね。そして線の色は同じ白にして、線幅を広げて、スケールを大きくしていきます。ちょうど一つ目の円の外側に描かれる大きさですね、にしていきます。こんな感じですね。そしてさらにコントロール D で複製します。さらにスケールで外側に配置します。こんな感じとしておきます。これでシェイプの円が3つ作成できました。では一番外側からアニメーションをつけていきます。一番外側のシェイプですね。2、コンテンツ追加からパスのトリミングを追加します。これを使うと、こんな感じで線が描かれていくアニメーションを作ることができます。終点を0にしてキーフレームを打っておきます。そして、100%。次に開始点。0から100%。すると、こんな感じのアニメーションとなります。キーフレームのタイミングを調整していきます。こんな感じですね。さらにオフセットを使うと、こんな感じで位置を変えることができます。これも組み合わせていきます。ざっくりとこんな感じとしておきます。するとこんな感じの動きとなります。キーフレームは F9 でイーズをつけておきます。さらに速度を調整します。こんな感じとしておきます。同じ要領で、二つ目。追加。パスのトリミングですね。次は、この線のアニメーションが逆回転になるようにしていきます。100%、100% から始まって終点から0になると。そして開始点が0になると。
んな感じですね。同じようにオフセットもずらしていきます。ざっくりと。そしてイーズですね。こんな感じとなります。そしてこの最後の真ん中の円にはトランジション、放射状ワイプで、こんな感じの出現のアニメーションをつけておきます。出現したと同時にワイプの方向を逆にします。そうすることでさらにもう一周消えるアニメーションをつけることができます。こんな感じですね。そしてアニメーションを調整していきます。このあたりでキーフレームを打ってスローにします。最初と最後を F9 でイーズ。ここも F9 でイーズをつけておきます。するとこんな感じですね。となります。そしてこの円が全部出現したと同時に、ロゴですね。を表示させるようにします。すると、こんな感じのアイコンの出現となります。すべて表示させると、こんな感じですね。こんな感じで円を組み合わせてシェイプのアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。